もともと住んでた方が世界一周をされてる方なんですけど、それのメンテナンスのお手伝いとかをしてたんですけど、家を空けることが多いっていうんで、引っ越すけどこっちに引っ越してこないって言われたんで、もうえいやって形で引っ越してきました。ずっと田舎暮らししたいって主人が言ってたので、ちょうど見に来た時に主人の希望してる形にすごく合ってるかなっていうので決めちゃったよね。はい、高校生の時にサイクリング同好会に入ったんですよね。でそこですごい自転車にハマっちゃって、で通学途中の自転車さんでアルバイト始めて、でそのまま就職して、で30の時に独立して吹田で自転車屋を始めたんですけど、その時は普通のママチャリの町の自転車さんです。ビルダーさん、自転車作る方ビルダーさんって言うんですけど、そこに注文、自分の自転車注文したいっていうお客さん、知り合いのお客さんが注文してきたと。で自分もちょっとのこのことついてたんですよね、その注文するときに。でそのビルダーのすごい有名な方なんですけど、後継者がいないなとかって話されてたんですよね。で自分もちょっともともと作りたかったんで、ちょっとやりますみたいな形でさせていただいたんですね。お店開けて17年、6年目ぐらいに、ここの家っていうか、土地っていうかに引っ越してきて、で、静かなとこで仕事したいなっていうのがあったんで、引っ越してきた時は電話の工事が3ヶ月後って言われたんで、その間インターネットも電話も使えなかったりってのありましたけど、つながったから何不自由なく、水道電気もますし、ガスもプロパンガス来てますし、特に問題ないです。でも特にネットが助かったよね。そうね、本当にだからインターネットできるようになってから、もう普通にメーカーとの注文やり取りもできますし、それ通販で物も買えますし、で情報もねたくさんやっぱり、ありますし、暮らしに関しては良くなった面の方が大きいですね。とにかくもう食べ物が安くて美味しいです。で周りお米がたくさんできるので採れたての新米が食べれたり、お野菜もね、産直の出来たてのお野菜も買えますし、とにかく美味しいよね。水が美味しい。それになんかちょっと足らないものはやっぱりネットで注文して、
自転車屋なんですけど、自転車を作るっていう仕事っていうのはかなりレアっていうか、まあ、珍しいんですよね。でこんな田舎で人来るんだろうかと水田の店やってた時はもう町の自転車屋さんだったんで、もう毎日自転車の修理が来たりとか販売とかをしてたんですけど、まずこういう田舎って人が来ないじゃないですか。で実際仕事どうだろうって思ってたんですけど、なんかもう日本中から来られるようになって、逆にあの、まあ、水田でやってた時よりもその来るお客さんの層というか地域が広くなったんで良かったかなって気がしますね、うん。だからあの、まあ、それこそインターネットで注文で、あの沖縄だったり青森だったりとかお客さん注文、あのこの前オーストラリアだったって、うん、あの日本の方ですけど注文いただいたりとかしたんで、だ距離とか遠いなとかっていうのは関係ないかなって気がしましたね。はあのお店は広いんですけどエコのおまけなんですよ。主人のところに来られた自転車乗りの方が休憩するためにあの、まあ、本気でやっていこうというふうにスタートしたので、メニューも自転車乗りのに向けたメニューが多いですし、ちょっと食べてね腹持ちがしっかりするものとかそういうものを考えてスタートしたお店だもんね、うん。なのでほとんどが今も自転車乗りの方がいらっしゃいますね。と思うのはその土地に自分自身が馴染んでいくこと。今古民家もブームじゃないですか。で私たちね実際住んでみて、暑い寒いとか虫が多いとかね、そんな当たり前なんですよ、はい、そういう環境をわざわざ選んでここに来てるので、もうそれこそネットをね、ね駆使してね使いまくってね、あの物は届くと思うので困りはしないですよね、うん、その日常生活で、うんうん、もう思いっきり楽しんでほしいよね、うん、思いっきり楽しんでほしいです、うん。暮らし後押し、いいよ。